キチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、今日は中日ドラゴンズ編です。はい、ねえ、うん、ちょっと B クラス鈴木で、はい、あとドラフトも当たってないからね。そうですね、なかなかね、怪我しちゃうからね、すぐ。坂選手もトミー・ジョンでしょ、はい、で中橋選手もなかなか出てこれず、うん、ピッチャー取ってんだけどね、はい、でも俺知ってんね、はい、今年ドラフト1位誰か知ってる。おー、知ってるんですか。あ、じゃあちょっと発表していただきましょうか。はい、名前間違えたら困るからね、はい。第1回選択希望選手、中日ドラゴンズ、金丸ゆめと。おー、もうピッチャーやろ。はい、もう中日はもうピッチャーどうにか先頭っていうところはあるよね、うん、はい。まああとちょっと高年齢化してるから、うん、涌井も来年39歳、うん、大野が来年37歳、はい、福谷34歳、柳31歳、うん、梅津ももう29歳だからね、はい。先発高橋宏斗におんぶに抱っこやもんな、うん、思ったよりみんな結構年齢がもう20代後半以上なんですね、高橋宏斗投手以外に、うん、だから若いのもあの、ま、去年阿南光から森山、はい、高校卒、うん、で高橋宏斗で上田で福島の左、うん、で中地根尾松山、はい、清水25歳以下ね、うん、だけどもうちょっとは厚み欲しいよね、はい、正直ね、うん、高橋こけたらみんな終わりみたいな感じになるから、はい、そしたらもう今一番いいピッチャー行くしかないやろ。そうですね、ないと思いますよ。もしくはもしくはこちらだよね、はい、中村優斗。そうですね、まあね、地元は長崎だけど長崎だよね、うん、そうです、愛知工大からね、うん、っていうところもあるし右でね、うん、っていうのもあるけど、やっぱ先発がまあでも普通に行ったら金丸だよね、行っちゃうよね、まあ、行くしかないよね、行きそうですよね。まあそれっぽいことも記事に出てましたから、うん、おそらくまあ追ってると思います、彼、うん、はい、行くしかないと思うよね、うん、うん、でももう宗山とかなんか間違って宗山でした、みたいな。何ですか。いや、もうそれはないでしょ。これで宗山でしたとかそれないやろ、それはでしょ、さすがに。さすがにそこ行ったらちょっとびっくりしちゃいますよ、本当に。中日は、うん、取ってくるんじゃなくて、はい、取ってあるんだから、はい、それを育てよ。お、なるほど、取ってあるんだ今は。取ってあるのよ、うん、だって25歳以下めっちゃ野手いんねんから、はい、本当、うん、若いのが、うん、だからそれを育てよ、うん、だってもうベテランクラス野手はあんまりいないんだよ、うん、正直。確かに、うんうん、で、まあキャッチャーは取ってもいいかなと思うけどね、うん、30オーバーが宇佐美、加藤、木下も全員30オーバーだからね、はい、で石橋が20、来年5歳、うん、だここら辺が次のなってくるのかな、うん、でももう一人ぐらい取っといてもいいけどね、正直キャッチャーは、うんうんうん、未来に向けては。はい、で野手は加藤翔平が引退でしょ、うん、まあ、大島は現役続行しますって言ってたしな、はい、でもベテランあんまりないのよ野手は。川越が来年32歳、うん、で高橋周平が31歳、うん、だ野手はいいんで、はい、だから育てよ、うん、もうそんなそっちいいんねんから、はい、ね、だって去年の2位3位も内野手ですから。うん、うん、そう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 、いやピッチャーやな。そうですね、うん、金丸くじ引きやな。そうですね、うん、じゃあ外したらどうします。外れ1位で中村ちゃん。あ、一本釣りのとこある気がするけどな、うん、いや、まあ、それが人気ですからね、うん、中村くん外れ1位で残ってない気もするんだよな。やっぱり1位は外れてもピッチャー行った方がいいっていうところですもんね。しのぎ健太郎、あ、うん、外れ1位、うん、法政のしのぎくんですね、うん、どう残ってそうやろ。残ってると思う、うんうんうん、もしくは、うん、寺西成樹。あ、僕が最初にロッテにお勧めした日体大のピッチャー、はい、日体大の、うんうんうん、だからしのぎ、寺西、はい、あるよね、うん、これね、でもね、あんちゃん2位とかで藤田君とか東海大相模の、あ、左がちょっと欲しいからね、うん、で、岡沢の子、林、うんうん、左欲しいんだったらちょっと結構いいピッチャーいるんですよ、うん、結構いい、おすすめのピッチャーがいるんですよ、うんうん、東海大静岡からそっちの東海大、はい、東海大ちょっと静岡キャンパスで、うんうん、宮原俊介投手。おお、いいですね。これいいですよね、うん、もう本当に三振が取れるピッチャーで、うん、で
あのスカウトも三振がストレートもいいけれども変化球を投げるときにフォームが緩まないのがいいということで、うん、左ピッチャー で小柄なドクター K と言われております、うん、おー結構いいと思う。2位とか3位とかでありますね、うん、俺ワンチャン2位3位もあんねん持ってんねん。あ、いいね、いるんですか、うん、アサリタモ。おー、明治、明治、明治好きや、明治好きだからな。胸甘くいかないけどこっち行っちゃおうっていう。タモの力もあるしね、中日としては。あともう一人、ね、はい、吉鶴翔英。ああ、鶴さんの息子ね。はい、鶴さんもともと中日だからね、中日からロッテに移籍し、はい、今ソフトバンクでね、コーチしてるけども、はい、左だしね、うん、そこら辺ぐらい行きたいよね、うん、だからもう、もしもう金丸取ったら、うん、中日も早いしね、ウェーバー。あ、ウェーバー早いよ、うん、金丸アサリでもいいし、金丸テナニシ、うん、金丸シノギでもいいし、うん、もう余ってたらもう大卒じゃんじゃん行ってもいいんじゃん、うん、高卒とかも言ってる場合ちゃうやろ、うん、正直。宮原くん3位でもいけるかな。いけると思います。うん、はい、金丸外した時にちょっと1枚だけ言うときましょうか。うん、ね、うん、はい、性能運輸の吉田君っていう、うん、もう超即戦力なんですけど、うん、先発左で、まあ、10球団が追ってるピッチャーなんですけど、うん、特に中日が手厚く握ってるようで、うん、まあ、左で152キロ、それからスライダー、カーブ、チェンジアップっていう先発でも一応ゲームを作れる、制球力のいい、うん、まあ、即戦力型、うん、上位じゃないかなって言われてるんですけど、中日がかなり一番評価をしていると。あ、そうなんだ、うん、何君だっけ。吉田君、吉田君、性能運輸、性能運輸吉田君。はい、じゃあ社会人候補いっていいよ。はい、高山陽生、JR 東日本、作新学園から明治です。おー、はい、明治来た。まあ3位とか4位でね、はい、うん、行けたら、うん、あと俺下位で取る高校生のピッチャー知ってんのよ。吉岡春、阿南光、先輩いるから森山。あ、なるほど。右左で取るんちゃうかっていう、うん、はい、あともう一人、はい、徳島なんだけど、はい、聖光学園から、うん、川勝空と、はい、まっすぐ速いね。彼パワーピッチャーですね。うん、パーンっていう。僕ドラゴンズねキャッチャー取るの知ってるんですよ、うん、知ってんの高校生。お、誰、はい、横浜高校、椎木圭吾選手。椎木さんの息子？息子さん。おう、へえ。結構何かのドラゴンって横浜好きなんですよ。しかも知ってる？椎木さん元中日だ。あ、そうなんですか。へ、中日からロッテにトレードされてきて。へえ。パワーもすごくて、なんとサイクルランナー達成してます。へえ。で、肩も強くて横浜高校っていうこのやっぱり名門でやってるだけあって、うん、キャッチャーとしての素質も高いので、うん、右バッターだし、うん、将来性豊かかなと思うんですよね。うん、でキャッチャーいるんですもんね。キャッチャードラゴンズは取ってもいいよね、うん、若手、うん、若手ね、うん、じゃあ CD 敬語保守、はい、じゃあちょっと抑えワンチャンあるんちゃうかっていう選手言っていい、はい、中日、はい、わかりました。石塚優生、うーん、花咲徳栄高校、はい、どうワンチャン、うん、行きそうじゃない。ショート行きます。それは俺上位で行ったら、うん、確かにもちゃくちゃいいですよ。ジャパンでもショート持ってるし、うん、今までドラゴンズ何やったって思いました。ワンチャン、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 ワンチャンね。でも今回は高校生だからっていう、うん、高校生やからっていう、未来のためのっていう、うんうん、ワンチャン。ありえるよ。いや、ショートいらないでしょ。上位で消える子なんですからね、うん、間違いなく、うんうん、上位だ、下位には残ってない。残ってないです。残ってないんだ。世代屈指ですから。そうですね、まあ、原崎とかって清水が先輩ですから、うん、まあ、その子もやりやすい環境でもいますし、いや、未来のいいショート育てたいっていう球団も早々取っちゃうでしょうね。じゃあ、下位のワンチャン行っていい、はい、中日が好きそうな、うん、片井海斗、うん、二松学舎、へぇ、パワー系、ね、うん、パワー系、うーん、パワー系好きやん。好きっすね、うん、はい、出すのかな、仕事に出すかどうかがね。そうなんですよ、俺らで、隅田なんて俺ハサミ高校の時からいいって言ってんのに、はい、出してなかったからね、うん、でもそれは4年後1位になるのか。そう、まだドラフトの期限が、仕事向けの期限がまだ過ぎてないの で、 そうなんですよ、ちょっとまだ分かんないんですよね、はい、もしかしたらここから出すかもしれませんが、うん、能力はいい、うん、確かにね、うん、石塚君、ドラゴンズショート取ります？ショートでおすすめ言っていきましょうかね。
ワンチャン、ワンチャン、ショートだけはもういらんで、いらないですか。ドラゴンズが好きそうなのを用意したんですよ、うんうん、はい、九州産業大学の村田君、身長170センチの右投げ左打ちのショートです。もういいって、そのタイプはいるって。そのタイプいる、そのタイプはいるって。右投げ左投げ、足が速くて、とにかく足が速くて、うん、守備も良くて、ヒットメーカー、うん、まあ、中野よりもっと足が速い感じです。へぇ、なのでもし宗山君取れなかったら彼か、まあ、神奈川大学の庄司君とかもいるんですけど、この子押してるんですよね。へぇ、とにかく足が速い、うん、でももう 1,2,3 ピッチャーだよね。そうですね、うん、で、キャッチャーの高校生とかは取っといた方がいいかなっていうところもあるし、はい、うん、内野手行かへんやろ。いや、もう行かないと思いますよ。石塚君だったら行ってもいいよっていう、未来のための高校やから、ね、その代わり、はい、1位2位はもうピッチャーですよっていう、はい、っていうぐらいの感じ、うん、そうじゃないと去年の津田と辻本なんだったやろやんね。そうですね、その前、その前も3人取ってるわけですからね。大混雑だよちょっとね、うん、ピッチャーですか。じゃあピッチャーですね。1位が誰でしたっけ。うん、1位が金丸、金丸くん、2位で寺西くんとか。そうだね、うん、あとは篠木くんとか外したら中村とか、うん、はい、中村くんは多分ちょっと1位かな。だから金丸くん外したのね、はい、うん、であとはアサリね、で私の推しは宮原くんです。外野もいるよな、うん、やっぱり、まあ、外国人で抑え聞くけどな、うん、だから外野はね、鵜飼ブライとかパッとしないところがね、外野がきついのよ。あ、結局細川、岡林しかいないからね、うん、他がいないじゃん、結局は。確かにね、だから怪我して誰かいなくなったらかなりきついよ、うん、外野取ってもいいんじゃないですかね、うん、高校生ですか、うん、大学生、うん、大学生、じゃあ大学生いっといていい、うん、藤沢亮介。おお、内野を守れるよ、一応。うーん、どこの学校ですか。うん、横浜国大。ああ、横浜国大。足速いです。うん。好きやろ。好き。右バッターだし。確かに外野一人欲しいですね。うん。外野取っといてもいいよね。ギータみたいなのいかないですか。いんの。お。いいのがいるんですよ。どこのギータがいるんですか。岐阜のギータ。岐阜のギータで。まあ、こ大学は、うん、まあ、俺僕の大好きな大阪経済大学なんですけど、うんうん、柴崎君。うん。これ外野を持ってるのないと思ってるんですよ。岐阜第一からなんですけど、うん、173センチ80キロ。うん。とにかく触れる、うん、これはやっぱ面白いと思うんですよ。今ちょっと中日にいない左のタイプですから。へー、まあ、僕は広島かなと思ったんですけど、うん、まあ、もういっぱいいるんでね、うん、この左の柴崎くんはちょっと何位でいけますか。3か4では消えると思うけどね。ね、あと地元東海理科からの東海の福本どっちかで行ってもいいよね、うん、外野手 ね、はい、社会人としてね、社会人と理科、うん、やっぱ鵜飼ブライトがパッとせえへんところが苦しいドラフトになってるよな。そうです、ね、外野がね、ほんといないのよ。うん、でもやっぱりピッチャーやな、はい、ピッチャー3人いっての外野と、まあ、キャッチャーはいてもいいかな、はい、若手のキッチャーちゃん、うん、でも明確に、うん、内野は石塚君だったらいいかなっていう、まあまあいいかなって思うだけだけど、はい、いいよ。もう大卒社会人の内野はまあいらんで、はい、うん、2年連続で5人ぐらい取ってた、うん、取ってるやつ育てよ、はい、そっちが先もう取ってるからね、はい、うん、そんなもいらない、うん、何回もね、はい、だからそこら辺でね、うん、そうですね、はい、まあ、ということでね、はい、ドラゴンズファンの皆さんの意見を聞きましょう、はい、はい。